また新しい USI ペンが届きましたので紹介したいと思います。今回紹介するのはこちらですね。メタペンの USI ペンです。USI のペンというのは、まあご存知の通りね、私のチャンネルでよく紹介している Chromebook 用の ま、ペンになるんですけれども、まあ、なかなかですね、iPad とかと違って USI に対応した、いわゆる Chromebook 用のペンっていうのは種類があんまりないんですね。私のチャンネルでも過去に二3本は紹介していると思うんですけれども、まあ、これはですね、あの、充電式なんですよ。大きく分けて2つあるんですね。タイプ C で充電できるもの。で、もう一つはね、電池をね、この芯の中って言いますかね、このペンの中に電池を入れて、 え、使うものがあるんですけれど、これは充電式になりますで。一応ですね、品名というかメーカーさん、ブランドがメタペンの USI ペン G1 というものになります。で、これね、また珍しいことに。 日本語になってるんですよ。だから日本用のパッケージで結構しっかりと日本で販売していくっていう感じなのかなと思います。で、価格だけで言うとエレコブのペンですかね。これも以前私紹介してますけど、これ3000円台で購入できます。ただ、電池を入れなければいけません。で、これはですね、まあ楽天で購入したんですけれども、一応多分定価が5980円なんですけど、実際は20%オフのクーポンが出ていて、 あと、ポイント10倍だったかな。で、結局ですね。まあ、自分のなんかあ、クーポン券みたいなあったかな。クーポンコードみたいなのがあって、とにかく4500円ぐらいで購入をしました。まあ、充電式の USI ペンということであれば、結構お買い得ではないかなと思います。それではね、早速、開封をしていきたいんですけれども、まずね、これちょっと気になってるのは、これってね、 前紹介したことあるなっていう感じ。っていうかよく使ってるペンにそっくりなんですよね。それがね、これですね。えー、ペノバルっていうところのペンなんですけど、わかりますまあ写真、実物どういう色か、色してるかわかんないですけど、ほぼほぼ一緒っていう感じですよね。まあだから作ってるところは一緒なのかなと思うんですけどね。OEM っていうか、まあ出所は一緒なのかなっていう気がします。ちょっとね、じゃなんか実際のものを見ていきたいと思います。 はい。それではね、同コン品見ていきましょう。まずはね、説明書みたいなのがあって、えー、初はじめに使用するときは10分間充電をしてくださいと書いてあります。まあ、とりあえず先にね、じゃあ説明してる間に充電しておきましょうか。充電してる間に同コン品見ていきましょう。やっぱりね、日本語の説明書、ちゃんとついてますね。ここも日本語になっています。すごいな。中もちゃんと日本語になっていますね。 はい。で、対応のね、機種、クローンブックの機種がここに書かれています。まあ、USI のペンなんで基本的には使い回しは効くと思うんですけれども、まあ、おそらくここに書いてあるのは、えー、動作の確認ができているものではないかなと思います。それ以外は充電用のね、タイプ C、タイプ A のケーブルも付属しています。あとですね、返信が1個ついてますね。これは嬉しいですね。 で、それ以外に、このタイプ C の充電ポートを塞ぐキャップですね。これはゴムっぽいものになってますけど、まあ、これはどうですかね。まあ、つけるといちいちね、えー、つけたり外したりして充電しなきゃいけないんでめんどくさいっていうのもありますけど、まあ、中になんか入ったりですね。で、基本的にキャップ付けたりしてる方が、その端子って痛まないらしいですね。まあ、だからそういう部分では、ああ、けられる人はつけた方がいいのかもしれません。 で、この説明書にね、ちょっと仕様が書かれていますので、確認していきます。えっと、充電時間は約1時間ですね。で、満充電、1時間充電すれば一応90日使えるということです。で、圧力感度、1096段階ということですね。で、あと、パームリージェクションはあり。 えーで、傾き検知はなしということです。それではね、実際の本体見ていきたいと思います。やっぱりあのパッケージ通り、色は黒ですね。で、メタペンということで、えー、まあブランド名が、まあこれ印刷ですけどね。まあ印刷してあります。で、ここにね、えー、充電用のタイプ C のポートがありますね。で、ここがね、充電すると光ります。赤くね、ちょっとわかります少し凹んだように見えますけど、ここがね、光るんでわかりますね。で、充電が完了すると白くなるのかな まあだから一応見た目にも非常にわかりやすくなっています。で、ペン先はこういうね、えー、いわゆる鉛筆みたいな形のものですね。で、まあ重量的にはやっぱね、充電式なので、電池を入れるものよりは軽いですね。で、こちらがですね、エレコムの USI のペンですね。まあエレコムであれば日本でも皆さん知ってますんでね、まあ安心できて、まあこれがいいっていう方もいると思います。ただこれはですね、やっぱり先ほど言った通り、電池式なので少し重量があります。 で、あとこのクリップっていうか、ポケットに止める、これ。まあ、これもね、ちょっといいのか悪いのか分かんないですね。やっぱり端末傷つけたりするし、ま、あ常にポケットに入れてるのかっていうところもあるじゃないですかね。そのクローンブックで使うペンを。まあ、そうなってくると別にこれ便利そうで別、便利そうなんだけども、ちょっと個人的には別にいらないかなという気もします。で、あとペン先がね、これこういうふうに細いんですよ。ただ、少しこうね。 引っ込むんですよね。カチャカチャカチャって。で、これが書いた時に、ちょっとカチャカチャするんで、まあクッションにもなってるっていうかね、こうやった時に少し押し込んでも大丈夫なようになってるんでしょうけど、ただ、音がするんですよね。まあこの辺がどうかっていうところだと思います。それでは一応重量を測ってみましょうか。それではまずはエレコムです。これはね、電池入りなんで 20g ですね。それでは今回紹介するメタペンのやつは 12g ですね。 やっぱり軽い。じゃあちなみに私がいつも使ってるペノバルのやつですね。これも使いやすいんですけど、12g ですね。だからやっぱり同じものじゃないかな、これ。それではね、私が今まで使っているこのペノバルのペンと比べてみると、まあ、多分一緒ですね。色が違うだけ。あと、このね、プリントしてあるえブランド名が違うだけといった感じだと思うんですけどね。 うんで、こっち側がね、ペノバルのやつで消しゴムでね、端末によっては消しゴムとして使えるんですけども、あれこっちは使えないのかななんかちょっと押し込んだ時に少しこれ、こうクッション性があるっていうかね、押し込めるようになってるんですけど、こっちはなんかそうでもないような気もするし、あと説明にもそういうふうに書いてなかったで、もしかしたらここが違うのかもしれませんね。この後ろの消しゴム機能がないのかもしれません。 ペン先も一緒ですね。おそらく、この返しの部分は共通で使えそうな感じですね。それでは実際にね、ちょっと使ってみたいと思います。今回ね、メタペンですね。はい。まあ、非常に、まあ、書きやすいっていうか、やっぱり、あの、前使ってるね、ペドバンのペンと一緒ですね。基本的には一緒だと思います。まあ、非常に使いやすいし、この軸もですね、その電池式のものに比べると、まあ、少し細いって言いますかね、握りやすくなってるんで、個人的にはこれ気に入ってますね。 はい。特に問題なく書けます。で、この裏がね、ペノバルのやつは、ここが消しゴムになっていて、これで消せるんですけど、これ消せないですね、やっぱりね。それでは次はね、ペノバルのペンで試してみたいと思います。そうですね。まあ、やっぱ書いた感じはすごく似てますね。で問題なのは、この後ろがね、ペノバルのやつは消しゴムになっています。あ、消せますね、やっぱりね。はい。こんな感じで。 ま、消せますんで。ま、あやっぱりここの違いっていうのはあるんですね。これじゃあ消してみましょうか。この線をね、こうやって消していきます。はい。で、当然かける。じゃあこっちのね、メタペンの方。はい、かけます。消しゴムは使えないということですね。ここが大きな違いですね。多分それ以外は一緒だと思います。 で、もう一つね、さっき紹介したエレコムのペンですけども、これね、ちょっと音がするんで聞いてみてください。こういう音ですね。こう。ちょっと拾ってないかなマイクじゃ拾えてないかもしれませんけど、どうしても、ここが、カチャカチャするんで、こうね、ペンをついた時に、少し音がするんですね。まあ、音がした方が書きやすいっていうかね、鉛筆なんかがカ,リカリカリカリ音がした方が書きやすいっていう人もいるかもしれないんで、まあ、これ一概にデメリットともは言えないと思う、思いますけど、 で、あと、このペン先はこう引っ込むような構造になってるんでね。まあ、こっちらん書きやすいって人もいるかもしれないです。ちょっとピント合わないけど。で、ペン先は細いんですね。ただ、ペン先が細くても、こっち側でね、基本的にペンの太さって変えるので、まあ、そんなには、そのペン先が細いとか太いとかっていうのは、あんまり個人的には感じないですけどね。はい。まあ、こんな感じです。 ということで今日はですね、メタペンのクロームブック用の USI ペンですね。品番はメタペン USI ペン G1 というね、ものになります。えっと、これは以前に紹介したね、このペノバルのペン。これ非常に使いやすいんですけども、これと同じですね。本体自体は、 本当にね、重量も形も同じで色違いということです。でただ、機能的に違うのはやっぱりこの消しゴムですね。さっき見ていただいており消しゴム機能はありません。ただ、その分価格が、こっちの方がね、安いので、まあ、この消しゴム機能自体は、あの、使える端末と使えない端末があるんですね。どういう基準で使えたり使えないのかわからないんですけども、えただ、対応機種に入ってないものは、 あの、対、えー、対応してないケースが多いので、だから100%使えるわけじゃないんですね。で、アプリによっても当然使えたり使えなかったりするものがあると思いますんで、まあそういった部分で、ただ書ければいいよということであれば、まあ充電式の USI ペンとしては結構価格も安いので、このね、メタペンの USI ペンおすすめです。で、私もですね、この乾電池入れるエレコムのペンも持ってるんですが、あんまりやっぱ使わなくなっちゃいますね。やっぱり t y p e C で充電して使える方が、 ま、使いやすいというところと、やっぱり軽いんですよね。軽くて軸が、あの、そこそこ細いんです。こっちはやっぱちょっと太いんで、若干握りづらい。まあ、これも個人差なんでんとか言えないんですけども、私は、私はね、こっちの方が合ってたっていうことで、このペノバルのペン使ってるんですけども、まあ、それと同じね、ペンなので、各分には本当にいいのかなと思います。 クロームブック用の充電式のね、USI ペンだったら結構おすすめかなと思います。え動画のね、説明欄に購入先のリンクを置いてきますので、そちらの方から確認をしてみてください。はい。今回は以上です。